君の生まれの不幸を呪うがいい。アムロ、行きます。FA-78-1 ガンダムフルアーマータイプは1983年10月にメーカー希望小売価格2200円で発売されました。ノーマルなガンダムにウェポンシステムを増加したタイプのものを精密に再現。首が前後左右、肩が前後回転、肘、手首が可動、可能方、上下可動、手首、2種類付き、マーク付き。1. フルアーマーガンダムについて、 RX-78 ガンダムは連邦軍のモビルスーツのプロトタイプとしてデビューしたが、即実戦参加でその性能は目を見張らせるものがあった。だが泥沼の戦闘が進むにつれ、その強化の必要が迫られた。そしてウェポンシステムを増加装着する計画が進められ、実動寸前まで開発されていた。パーツは使用度の高い装甲部分が強化され、武器は肩にカノン砲、手には2連装ビームガンを装備した。しかしビームサーベルを外したため、格闘戦には不向きであった。
長、ノーマルなガンダムに、ウェポンシステムを増加したタイプのものを精密に再現しました。首が前後左右、肩が前後回転、肘、手首が角を、ロール、左右に30度回転、足の付け根、膝、足首が角を、可能方を、上下角を、手首2種類、マーク付き。何やってる？やれやれ。
早いほどいいって。手柄を立てちまえばこっちのもいい。で、で、そうそう、敵のモビルスーツが動き出しました。ガッ、まだ終わらんよ。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、そしてその他の動画もぜひ見てくださいね。